この間見ましたよ、あのザスパ草津対、はい、栃木 SC 戦。ありがとうございます。まあ面白い試合でしたけど、そこは以上に面白い試合だったかなっていう気がします、ね。なんかまあ両方ともそれぞれなんか今シーズンやりたいことがこういうことなんだろうなっていうのが見えるっていうか、まあ内容は両方とも結果置いといたとしてもやりたいことはいくつかできてる感じなのかななんて思いながら、そうです、うん、十分なんか見るに何ですか、楽しめるというか、そうですね、なので、うん、そのあたりをこううまく伝えられたらなと、試合を見ながら、うんうん、解説させてもらいながら思ってたんですけど、うん、結構両チームとも積み上げてきたものが形になってきたって手応えある試合だったと思いますね、思うんで、はい、で、ピッチの中でもそういう局面がたくさん見られたんで、うん、なので草津も、まあ、群馬ですね、群馬負けはしましたけど、うん、ただまあいい形たくさん作れたし、うん、まあこれは次につながると、うん、明らかに見ていて感じたので、うん、まあ、そのあたりをうまく伝えられて、よりこうその試合を興味深く見てもらえる、そうですね、すごくね重要だなと思いました。解説の役割ってすごい大切だなと思って、まあ、今日は島村直也さん、今東京都の東京都リーグの東京シティでもプレイヤーとしてやられてますけれども、まあ、それと同時にさまざまなお仕事されている中で、まあ、ダゾーンのサッカー J リーグ中継の解説をされていると、ご自身がサッカーされるのと同時に解説もされているという、あんまり多分他の解説者の方でいらっしゃらないかなと思うんですけれども、ね、永井さんとかやってるじゃないですかね、永井一郎さんとか、あ、そうかそうか、まあまあでもほとんどの方はまあ引退されてというか、もうプレイヤーではなくて、解説者として、まあ、その解説の仕事をすごく、重点的にされている方もいれば、いろんなお仕事の中で解説されているという方もいて、で塩村さんの場合は、まあ、いろんなお仕事されている中で解説されていて、ただダゾーンの解説っていうのはその90分の間だけ話してればいいっていうだけの仕事ではないと思っておりますので、コロナにの状況にあってどんなことがこの半年ぐらいの間にあったのかっていうこともちょっとお伺いできればなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずですね、まあこの休止期間ですね、 J1 と J2 は、最初の1試合だけやって、まあ、先が見えない中で、まあ、結果的には丸々、まあ、約4ヶ月間リーグ戦ができないっていう状況になって、で島村さんもいろいろこうダゾーンの解説のスケジュールとか入ってたと思うんですけど、そのあたりが、まあ、スケジュール全部ポンと一回白紙になったような形なんでしょうかね。はい、うん、そうですね、もともとゴールデンウィークのあたりまでの中継依頼をいただいてたんですけれども、うん、それがコロナの状況で中断が、最初はその延期になった試合をそのままのキャスティングでまたやるっていうような、うん、意味合いだったんですけれども、うん、あまりにこう長くなったので、うん、一旦全部白紙になって、うん、また組み直したっていうような感じですね、うんうんうん、なので、まあ、事務局の方々は本当に大変だったんじゃないかなと、うん、結構だなので直前になりましたね、そのスケジュールの試合をっていうのは、うんうん、来るのはオートロクアーツのなんか1週間前とか、あ、そうですか、そういう開幕とか再開2週間前ぐらいに来るような感じでしたね。まあ、聞いてると、やっぱコロナの影響があって、あんまり移動が遠くにならないようにっていうのを、うん、意識して、組み直したりした部分もかなりあったみたいなので、うん、移動が多くならないように、うん、できるだけその、近くの人、地域の人の、接種者の方、はい、まあ、とはいえ、行かなきゃいけない場合も、うん、試合によってはあったりもするんで、最小限、それを最小限にして、うん、できるだけコロナリスクを減らすっていうところを、うん、J リーグコメンタリー事務局の方で考えてくださって、うん、組み直していただいたような感じですかね、うん、まあ、それが、実際こう再開すると、まあ、先ほど1週間前にスケジューリングリスケされたものがこう来たっていうお話でしたけれども、はい、当然試合の解説をするにあたってはそのチームの取材っていうところが島村さんも昨シーズンとかずっとされてたと思うんですけど、なかなかそういうのもしにくい状況があるのかなと今思うんですけど、は
はい、取材はやっぱり難しいですね。うん、まあ、昨シーズン、その前のシーズン、現地に行って練習の取材とかをさせてもらってたんですけど、まあ、なかなかそれが取材に行くのもどうかっていう状況なので、うんうん、なので、まあ、基本的にはあんまりできないですね。うん、まあ、オンラインで、取材するっていうことしかないですかね、うん、今は。まあ、リーグ戦が始まってある程度経ってくれば試合映像とか見て確認できることもあると思うんですけれども、もう再開直後あたりはどんな状況チームがなっているのかってあんまりよくわからない、状況があったんですかね。そうですね。なので再開後、うん、初戦の解説された方々は本当に大変だったと思いますね。まあ、その来るのも直前、まあ、直前もそれもしょうがないと思うんですよね。はい、やっぱジブリ君の方々が組み直していろいろ考えて、あの試合をキャスティングするっていうのも本当に大変だと思いますし、うん、まあ、それの中で解説の方々、その再開後初戦をやられた方々は情報も少ない中 で、うん、でチームがこの中断期間にどんな風に変化したかっていう情報ってなかなか取れないと思うので、はい、うんうん、まあ、そういった中でやられた方々は本当に大変だったんじゃないかなと思います、ね。うん、その場合はその2試合後だった、うん、ある程度その再開後のチームの状況っていうのが、はい、まあ、ゲームを通じて分かってたっていうところですかね。そうですね、うん、事前取材もそうなんですけれども、その当日そのスタジアムに入って、まあ、解説をされるっていうその1日のその仕事のルーティンというか、まあ、そこの部分も以前とは違うことがいろいろあるのかなと思うんです。そうですね、試合 の前後結構早めに入って終わってからも、まあ、ミックスゾーンでの取材もそうですけど、まあ、ミックスゾーンで取材するか監督会見行くかをいつもどっちにしようかなって考えながら、はい、選んだりしてたんですけれども、はい、で取材をして、まあ、終わった後も、まあ、選手たち中出てこられたりするときに話を伺ったりですとか、うん、まあ、そういう前後の取材もできる限りこれまではしてたんですけれども、うん、まあ、ただ今はできるだけ接触しない方がいいと思うので、うん、その外部の人と、うん、その関係者の方が、はい、選手スタッフなので今は一切してないですね。それはなるべく接触しないでくれっていう通達みたいのはあったりするんですか。はい、それもあります。その注意喚起もあります、うんうん、今 J リーグは入場制限を課していて、観客の入場制限を課していて、はい、まあ、5000人、以下と、まあ、特に J1 のクラブなんかは、通常いつもだったら1万人は必ず超えてたような観客数が、まあ、その半分とか4分の1とかっていう観客数の中でやっていると、まあ、いろいろこうコロナって日常生活の中でソーシャルディスタンスとか3密とかっていうことが繰り返し言われて、生活習慣を少し変えていきましょうっていうようなことが喚起されている中で、サッカーの練習の仕方とかっていうのもいろいろこう制限された中で、進んできてたと思うんですね、この再開に向けてずっと準備期間で。実際そのピッチでゲーム始まってみて、それまでの J リーグのピッチの中でのこう試合とこう再開後の、ゲームの何かこう、ここ変わったなとか、ここは変わってないなっていうところが、もしあったら教えていただけますか。明らかに変わったなと思うのは、声が届くようになりましたよね。うん、スタジアムでのお客さんが声を出せないっていうのだったりとか、うん、まあ、人数が制限されたりっていうので、うん、選手たちの声が届きやすくなってる。それは中継をご覧になってる方々だったり、スタジアム来られてる方々も、うん、皆さん感じられてることだと思うんですけれども、うん、まあ、声が通りやすくなっているので、うん、選手たちの声が聞こえる、普段聞こえない選手たちの声が聞こえるという楽しみ方もあると思いますし、うん、まあ、あとピッチの中で起きていることとしては、声が届きやすく、指示が出しやすくなっているのが明らかにありますね。うん、例えば、千葉の試合で、真島選手がセンターバック、はい、左のセンターバックにいて、はい、で、右サイドバックにゲリア選手がいて、はい、で、守備の時に少しゲリア選手のポジションがずれてたんですよね。うん、で、それを真島選手が2つ飛ばしてる、1つのポジションを挟んでるから、左センターバックから。結構遠い、結構遠いですよね。位置としては。結構遠いですね。うん、
なのでそこで普段で、まあ、スタジアム例えば1万人入ってて、はい、お客さんが声援を送ってくださってる状況だったら、まあ、基本的には多分届かないここまでの指示の声、よっぽどそのスタジアムこうシーンとなった瞬間にこう、うんうん、タイミングよく話さないと、はい、まあ、あの僕もセンターバックやること多いので、はい、指示出すことが多いので、はい、やっぱ届かないっていう前提、その距離は届かないと思ってるので、スタジアムですと、基本的には。バレンシリアとかってもちろん別なんですけど、はいはい、なので、それが届く、指示出してたんですね。で、それが明らかに聞こえてて、で、ポジショニングをこうちょっと変えたんですよね。なので、そういうこう、違いは出てきて、やり、ピッチの中の選手たちもそこは調整しながら、まあ、特に後ろ目の選手なんかはそうだと思いますね。かなり、違いをこう敏感に察知しながら、あの、臨機応変に対応して、だったら声届くからここ指示出せるっていう、こう、ポジティブな要素も踏まえながら、あの、やってるんじゃないかなと思いますね。島村さん、実際にこう、J リーグでプレーされてた時に、まあ、センターバックで出てる。はい。で、歓声ですね、が大きくて、ここまでは届かないっていうのがあったんですね、じゃあ。そうですね。例えば、あの、センターバックから、最前線の、フォワードの選手に、プレッシングの指示をもう少しここ切ってほしいみたいなのとかをこう出せるといいんですけど、練習試合とかキャンプの時とか出してるんですよね、うん、まあ、そうやって合わせていってもう公式戦になったら聞こえないから、声かけなくても分かるような状態に置くっていう意味合いももちろんあるんですけれども、うん、なので、まあ、そこまでは届かないという認識で、うん、で基本的には一つ隣は届くんですよね、うんうん、センターバックからボランチ、うん、センターバックから右のセンターバックからセンターバックだったら、はい、そこから一つ前に伝えてもらうっていう、ああ、じゃあ一つ手っていう感じ、じゃあその瞬間の指示の声とかっていうのはちょっと難しいわけですよね、この今の瞬間っていうのは ね、うん、練習試合とか、キャンプの中の、まあ、人がそれほどいない状況で試合するときとその J リーグの公式戦とは、そこはもう分けて考えてるんですかね、もう無意識のうちに分けてると思いますね、うん、なので逆に練習試合とかもすごい大事で、うん、そこで合わせておく方が、あの試合になった時に届かなくてももうある程度分かる状態になってれば、うん、それほどズレは起きないんですよね、うん、そういう意味では、あの今、はい、それこそ本当にゴールキーパーが出してる声が、最前線にいる選手にも届くくらいの、こう静寂というか静かさ、感じで、プレーできてるから選手たちとしては、特にそのポジショニングとかのに関して、行くタイミングとかそういうのに関しては、結構やりやすいなと思ってるかもしれないですね。そうですね。なのでそのチームのピッチ内での、あのコミュニケーションとかチームの戦術の浸透させていかせ具合みたいなのは、うん、もしかしたらあのこれまでよりも早いかもしれないですね。公式戦でもそうやってはよりこう早くできる。ある意味でこう今観客が入場制限で行きたいと思っている方が皆さん全員行けるわけではないという状況が少なくとも8月いっぱいは続いていて、その後もまあどうなるかわからない、ネガティブな面ばっかりじゃなくてこう表現されるサッカーの質というかそういうところでは意外とポジティブな面も多いのかなと思ったりするんですが、どうですかね、うん、そうですね、まあ、どちらもメリットデメリットどちらもあると思いますし、うん、まあ、ネガティブな面は挙げればキリがないことあるなと思うんですけども、うんうん、やっぱりそのスタジアムにお客さんが入って、うん、こう雰囲気がある、そういう雰囲気の中でプレーすることは選手の、うん、まあ、喜びでもありますし、はい、まあ、よりそのサポーターの声援を受けて選手たちは躍動するっていうのは、うん、あの僕もそのスタジアムで、そうですね、それはすごい感じてたんで、うん、サポーターの方々の存在って本当に大きいなっていうのは改めて感じますよね、うん、なので、まあ、そういう部分はもちろんあるんですけれども、うん、まあ、あえてそのポジティブなところに目を向けるならば、今、まあ、森さんもおっしゃってたような、うん、まあ、それで戦術の浸透度が早くなっているかもしれないですね、うんうん、J リーグだけじゃなくていろいろなの見てれば選手たちがピッチ上で喋ってるっていうのは知ってはいるんですけど、知ってはいるし自分も実際自分がサッカーやってた時も喋ってたので分かるんですけど、うん、J リーグの試合ってなんかそれと無意識のうちに切り離して考えてたんですよね。あんま喋ってない感じがしてたけど、
実はすごい喋ってるんだなっていうのが、まあ喋りやすくなってるのかなっていうのがすごく感じて、まあ、本当にそのゲームの流れみたいなのがすごくこう立体的に感じられるようになったのが、まあこう怪我の巧妙じゃないですけど、まあ数少ない良かった点の一つかなっていうふうに思っていて、今人数観客制限の人数制限もある中でこう試合をしていく、まあその声援も送れないっていうような状況の中で、まあ選手たちがどんな指示出してどんな声、結構マイクも拾ってて中継でも聞こえてくることも多いので、うん、選手や監督でその指示のもとにピッチがどのように変化していくかっていうようなところを、うん、を注目してみると面白いかもしれないですね。うん、このシーズンはどんなシーズンになるかなっていうふうに今想像されてますか？これまで誰もが経験したことないような状況に今なっていると思うので、うん、まあその、まあ、スタジアムの雰囲気だったり人数制限だったり、まあ、試合の運営の仕方もクラブの方々がいろいろこう試行錯誤しながら、いろんなアイデアを出しながら、ユニークな取り組みをされたりとかしてますけれども、まあよりこう、うまく適応できるチームが、より強くなっていくのかなって気がするので、まあピッチ内でもピッチ外でも、まあ徐々に差が出てくるような気もしますよね。まあ過密日程はもう目に見えてわかるようなところですけれども、そういった中でどういうこう、選手構成を、でどういうコンディション調整をトレーニングの中でもしていくのか、で戦術との兼ね合いだったりとか、まあ、そういうところのオーガナイズも非常に重要になってくるかなって気がしますね。そういう視点も持っているとまたよりこうリーグ全体楽しんで見ていけるかもしれないですね。そうですね。トリーグの方は今観覧者とかもあんまりなるべくいないような状況の中で運営されていると思うんですけれども、選手の中には通常とは違った緊張感みたいなのがやっぱりあるんでしょうかね。そうですね、まあ、これまでと違うところで言うと、逆にそれでどのチームも僕のチームがライブ配信を始めたので、あ、それで、まあ、うちのチームもそうなんですけど、うん、YouTube で試合をライブ配信してますけれども、うん、なので、まあ、現地まで行かなくても見れる人たちが増えたっていうのは、まあ、そこは前向きに考えると、うん、例えば遠くにいる県外にいる人もその時間に見られるわけで、そうです。それは一ついいことかなと思います。うんうん、これこういうことができるようになったじゃんっていうふうに思えるようになると少し、精神衛生上もいいのかなと。そうですね、うん、まあ、本当にネガティブに考えればキリがないぐらい、そうですね、皆さんあると思いますし、うん、っていうよりも、まあ、それもそこの気持ちの折り合いつけるのってなかなか難しいと思うんですけれども、うん、できるだけこう前向きなところに目を向けて、うん、それによって力をつけて、よりこうまた元の日常に戻ってきた時に、うん、自分たちがさらに力をつけてるような状態を、うん、こうイメージしながらこう前向きにできるといいなと、こう日々、うん、そうですね、時間を込めてすいません、今日は本当にありがとうございました。お忙しい中ですね、お時間作っていただいて本当にありがとうございます。感謝します。いえいえ、とんでもないです。こちらもありがとうございました。下村さんの解説、今シーズンもまだまだたくさんあると思いますので、そちらの方もぜひ皆さんに楽しんでいただいて、はい、どこの試合っていうんじゃなくて、あ、解説柴村さんじゃんで、どことどこじゃなくて、島村さん解説 してる試合はどれかなっていうところから選んでいただいたりするのも面白いかなと思うので、ぜひ楽しんでいただければと思います。